0.4SCL で4時、体重は変わらん、19で19。はい、わかりました。じゃあその何時でしたっけ、11時半から1時の間、うん、その間だったら大丈夫ですから、うん、その時間内に電話ください、はい、それで様子を話します。危ないですよ、これ、こういう鳥がこういう風になると。でも本当はね、だから もしかしたら、まあ、これ違うかもしれないから違ったらごめんなさい。もしかしたらね、生まれつき心臓が大きいとかね、肝臓が大きいとか先天性のものがある可能性もあります。絶対とは言いません。だからそこの確認をちょっと連続にしたいんですよね。もしそういうのがあるんだったら、そういうのを助けてやるようなお薬、心臓の収縮力を高めるとかね、血管をちょっと広げて血の流れを良くする薬とかね、そういうのをちょっと入れた方がいいかもしれませんけども、それは確認できないと使えない薬なんでね。だからまあちょっと様子見ながら、でも写真撮るときってさ、動いちゃ撮れないからさ、2方向指でこう押さえて撮らなきゃいけないから、今やると余計終わらせちゃうんで、ちょっとご飯食べさせてからやります。だから明日のお昼の時点でレントゲンが撮れてるか撮れてないかはちょっと様子次第です。治療を優先しないとね、いけないんでね。